トマホークは日本が敵のミサイル発射拠点などを攻撃する反撃能力の手段となり、最大400発をアメリカから取得する計画です。4日の日米防衛相会談で取得時期をこれまで予定していた2026年度から1年前倒しし、2025年度とすることで一致しました。1年早い2025年度からトマホークを取得することとしました。我が国の防衛力の抜本的強化を早期に進めるということに資するものと考えております。